はいどうもピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオはですね、10秒バネチャレンジ。そこで飛んでいてはどうやっても絶壁は越えられませぬ。ということで、このコース早速ですけどやっていきますか。まあ、サムネを見る限りじゃあですね、バネと一気アップキノコがあるだけなんですよ。まあ、めちゃくちゃ高いよね、あの壁。どうやってあの壁を越えるのってね、気になると思うんですよ。で、僕もね、実際気になったんで、今からやっていくわけなんですけど、僕がですね、一発マリオを選ぶ基準っていうのは、まあ、サムネでね、どうやってやんだろうみたいな、まあ、そんな感じの基準なんですよね。まあ、それじゃあ、このバネを乗るだけやったら、やっぱ無理だよね。うわ、もうわけわかんねえ。バネを持つと思う。マリオが乗った瞬間バネ沈むでしょ。その瞬間に隣のバネを持つみたいな、そんな感じで行くんじゃないんですか。10秒じゃ全然時間が足んねえ。違うの、合ってると思うんだけど、違うんですかこれは。ちょ、バネ持てない、持てない。これ持てないの、いやマジむずいよこれ。違うの。でもね、絶対普通にはいけないんだよね。なんでここはどうにかしてバネ持つ、バネ持つ、バネを持つ、バネを持つ、バネ。これ10秒以内っていうのがまた鬼畜だよね。もうすぐバネ持たなきゃいけないじゃんね。なんで実際多分5秒ぐらいで持たなきゃもうゴールできないと思うんですよね。持ちやすい、なんかあるのかな、持ちやすいやり方みたいな、あ、なんかあるっぽくない。よっしゃ来た、いや早くない。でここでゆっくり横でジャンプ、やった。いやこれね、めちゃくちゃ難しいよ。たまたま今バネ持ってたけど、このバネ持つタイミングっていうのがほんと合わなくて、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、それじゃあ次のトロールコースなんですけど、旅キャットイントロールキャッスルって書いてるんですけどね、まあ意味はわかりません。でもね、サムネがキノピオだったでしょ。なんで僕キノピオに帰ってきたんですよ。ほら、いやこういうの大事だよね。でね、この城のステージってね、結構結構楽しいステージが多い気がするんですよね。なんでここは左上の音符を叩きます。叩いて右に逃げようか。いやなんかそんなことだろうと思ったら金魚か鉄球しかないんですよね。それじゃあ次はこのまま行ってみようか。このまま行ったらシーソー多分動かないね。あ、やっぱり動かないね。じゃあこっちは右は動くの。あ、右も動かないね。じゃあもうオンオフします。オンしてここに留まっておこう。熱い。じゃあここオンオフしたらさ、ちょ危ねえ。よし、オンオフをもう一回して、で右の方に行きたいんですけど、よしオッケー。でここでドアに入って、これで多分大丈夫だね。で次は、あ、右下 P があるよ。 P 多分これ押さないけんみたいな感じでしょ。 P を押して一回左に戻れるのかな。戻ってみるね。はい、うまい。でこのまんま P が鳴りやむ前にこっち、そういうことする。じゃあここはもう一回 P 押して左、そんでここの右側ジャンプしよっか。でここの P のスイッチっていうか B ブロックかな、それが開くみたいな。ここはアイテムかな、アイテムと信じて左に逃げます。いやなんだお前は。じゃあもう一回ここ叩くよ。なぜかってこいつより先にドアに入るため。来た。いやもう僕の方が早いね。でこのまま右、いやん。そんじゃこのカロン乗ってすぐ右に行こっか。このまた右ね。今左ファイヤーが出ました。見ました、あれを取らなきゃいけないと思うんですが、でもこれがファイヤーの可能性もある。え、コインか。いや左上がファイヤーの可能性もあるよ。これがファイヤー。え、うん、じゃあさ、ここ一番左に逃げろみたいな感じかな。左に逃げておくね。ここでブラッパーに避けれるでしょ。でファイヤーゲット。でここでね、カロンを捨てていくか否か、吐いていこうか。一応いるかもしんないカロンが。え、待って、これどういうこと。うわ、全然わかんないね。土管があってドアがあって P ブロックがあって右にバネがある。あ、わかった、あのドアの上に土管がある感じだね。なんでここだね、この上に土管があるはず。どの辺かな。あったあったあった。いや、こういう隠し方ずるくない。絶対わからんもんね。じゃあここは溶かします。でここでチビになっていくのか、それともここがハテマルラルル。考えさせろもうちょっと。
ねえ、もうちょっと考えさせてくれてもいいじゃんか。これはなんだコインって。あはん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 。じゃあここ早く溶かして池みたいな感じかな。あ、やっぱそうだね。今絶対潰れると思ったんですけど意外と大丈夫だったね。それじゃあ次は下に降りよう。下に降りる以外ない。このね、今キノピオの後ろに背景のこのなんかキノコの幹みたいなあるでしょ、その下に行く。うまい。でこのまま、いや絶対どっかから急に足場切れるやつだここ。大丈夫。あービビった。ここ罠だね、絶対罠だよ。なんでここジャンプして乗り越えていこうか。右に行ったらブロックが開く、そんな感じだね。じゃあここはオンオフしていいのかな。オンオフしたらね、下の足場消えそうなんだよな。でもちょっと頑張って行ってみる。あ、でもオンオフしたらさ、ここブロックがいけんやん。あ、危な。いや、ワンチャンある。あ、待って、ワンチャンねえ、ワンチャンねえ。なんだこの始末は。誰か何とかしてくれよ。それじゃあここは右上にある音符ブロックを叩いてみようか。この音符ブロックが何か鍵となってるはず。来た。で、右のが壊れて、これで進めるんだね。大丈夫。オッケー。で、そろそろ中間ポイントがある。これは何もしない。オッケー。これはあれだね、僕の完全に読みの勝ちだね。で、ここは上に行こうかな。どうしよう、何もしないで一回右行ってみる。で、キノコが取れないかな。いや、取れないね。じゃあこのバネ、うわ、このバネさっきやった一発バネのやつとめっちゃ似てる。ねえ、これバネ持てないからこうやってして。まあ、持ったからなんだって言うんだけどね。やられるなんて聞いてないよ。じゃあこれ上行ってよかったのかな。ねえ、上行ってみるね。なんか行き止まりなんだけどね。ナイス。そういうことか。で、ここで回転ジャンプで壊していくみたいな。いや、そういうことだね。そんで次はちょっと待って、危ないんでこの辺置っとく。ここで多分ね、オンオフは変わると思うんだけど、変わってね、なんかね、大砲とかここに落ちてくると思うんだよね。いや、僕の予想なんつったって、左上にさ針があるでしょ、これがあれ積んだ時用なんですよ。なんでここジャンプしてこう行く。うまい。見たこれ。いや、マジトロールキングだね。もう極めたよ。もう僕極めました。さあここで下か上か、これ2分の1なんだけど、左土管の方行ってみるね。多分こっちで、うわー、そんなことはないよ。せめて入れさせてよ土管に。なんだこれは。じゃあここ上に行けってことかな。上に行ってみるね。まあ、こっちしかないんでね、上に行きますね。あ、中間ある、中間あるけど、オンオフをして左に行けってことか。ちょっと待ってね、これ左に行ける自信がない。ここ絶対オンオフしたらさ、このなんかいろ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 変わるでしょ。今足場とか大丈夫かな。あら、あ、何も変わんないね。じゃあこのまま行っていいですか。やった。優しい。オンオフでてっきりシーソーが動いてね、なんか鉄球とかなんか出てくると思ったんですけど、何もなかったね。じゃあこのまま左上のキノコ取ります。このキノコダミーだったね。でも僕はね、こいつを叩いてあのブラパより先に行くよ。さっきみたいに行けるっていうことをね、見せましょう。はい、オッケー。危なかった今。でもキノコがどっかにあるはずなんじゃないの、この下に行けみたいな、そういう感じだと思うんですけどね。あ、違うね、こっちで合ってた。で、このまま右の派手なブロック叩いてみようか。これ金魚か、ね、鉄球の可能性があるんで。あ、金魚だったね。いや、ちょっと待って、火はまずいって。ちょっと炎をまとうなって。焼き魚になってしまえばいいのに。どっかにファイヤーボールがあるはず。なんで、このスネークブロックを叩いて、ファイヤーがどっかに落ちてくると思うんだよね。あなたが落ちてこなくていいんですって。あの、右側になんかあんのかな？なんかファイヤーと線で繋がってるじゃん。ここを叩けば、ファイヤーが出る。よし！で、このまま左上行こう。ここは優しいね。優しかったね。あ、次もなんかあれだね。ファイヤーがいる感じだね。これは左行っていいのかな？いや、左見える？みんな。あの、ファイヤーの左にね、あの、バーが見えるんですよ。よく見たら。だからあっち積むんですよね。じゃあ、このまま右行って、多分ここがファイヤーである。あ、違う。上に行く？
上に行きます。これはダッシュして行った方がいい予感がするよ。 P の後ろになんかあるんですけど、走っていきます。雲、あの雲はどういった意味があるんでしょうか。そういう意味ですか。ドアに入るか土管に入るかなんだよね。土管に入ってみる。土管の方行きますね。緑の土管行きます。で、このまんま右、うわやべえ音楽のやつだ。だいたいこのね、Wii の音楽とあの64の音楽はね、だいたいね、やられる感じなんだよね。いや、しかも地味だな、なんか。じゃあ次ドアに入りますね。このドア入ってみます。なんかあるんでしょ。あれ、なんで入れんの、そっち行くの。うわ面白いね今の。ドアに入れないんだよね、ああいう風なドアの設置してたら。そんじゃここは上でよかったっぽい。こっちでいいんだけど、こっから P を踏んで P がなくなっていこう。じゃあ P の音が鳴り止んだんでね、入っていきます。で、ここでまた P かなんかあるんじゃない。それか鉄球が出てくる。羽？羽、待って、ありがてえ。これは何、バネ。じゃあこれは、なるほど、先にこっちに出しておいたらバネに当たってね、あの羽が左行って取れないっていう感じだったんだろうね。運が良かったね。うわ運が悪いじゃねえか。絶対羽いるやつでしょ。ほら見て、絶対羽いるやつやんか。そういえばね、まあどうでもいいことかもしんないんですけど、あの僕がいつもさ、金魚って言ってるじゃん。あれ金魚じゃないんだよね、実はトビウオをイメージしてるらしいよあれ。僕もそれね、コメントで教えてもらったんですけど、まあでも見た目は金魚だよねっていう感じでね、僕いつも金魚って呼んでるんですけど、これは何。うわ、このブロックはコインか。じゃあどっかにファイヤーがあるはず。これはね、多分ファイヤーじゃないと思う。デレデレー、デデ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 。それじゃあここオンオフしてみます。オンオフをして、この辺に男、いや、ありありあり。これブブー言われたけど絶対こっちに合ってるよね。で、この氷溶かして土管に入る。あ、土管じゃねえ、ドアね。急だな、また今日も。なんかもうちょっとさ、ダッシュしてゴールするとかさ、なんかゴールしてやったぜ感がね、欲しいのは僕だけなのか。いや見てるみんなもね、ハイゴールみたいなね、わかる。いや分かって。はい、それじゃあ次のコースですね。通れる道を選んでです。まあ、ちょっと日本語がねわけわかんないんですけど、まあ言いたいことはわかります。多分敵キャラを設置してあって、どっちが通れるかみたいな、多分そんな感じだと思うんですよ。これね、トロールでもめっちゃ使うと思うんでね、やっていきたいと思います。で、ここは真ん中はダメだね、下もダメ。これドクロとハリーは確かダメだった気がする。なんで一番上、ここになんか下に足場がある。ダメじゃねえか。何だったんだ今の説明全部。え、下は絶対ダメだもんこれ。じゃあ真ん中かな、真ん中行ってみます。真ん中行けるね。あ、真ん中の裏多分なんか隠してんのかな。なんでこれ動かないんだろう。うわ、わかんねえ、わかんねえ。まあいいや、とりあえず次進もうか。ああいう感じのギミックがね、トロールでもいっぱい出てくると思うんですよ。なんで、危ない。全然危なくねえ。これはわかるよ、一番上、これは簡単、ここ。いや、わざとじゃないよこれ、ガチ。いや、ここをすることによって今後引っかかるね、可能性っていうのがグッと減ってくると思うんで。じゃあこれ絶対一番下、ブンブンは無理、絶対ここ。 OK、よし、もう引っかからないよ。フラグじゃないからね、絶対引っかからない。みんなもね、マリメやってる人、これ結構勉強になると思うんですよ、こういうの。これはどう考えても上でしょ。あ、違う、右でしょ。これで上に上がっていく感じでしょ。オッケーオッケーオッケー。うわー、ダメじゃねえか。なんで、え、こんなだったっけ僕って。いつもこれガチだよ、本当にガチでやってるんだけど。なるほど、羽だったらちょっとあれだね、浮力があるからね、上に上がる。いや、また悩ましいの出てきたな。これでも右以外ない、絶対誰もが右、こっちで合ってる。オッケーオッケー。左はさすがに無理だよね、これは簡単だった。なんでここは確かね、バーブルの方がいいと思う。なんで右のドア入ろっか。確かテレサはね、2マスぐらい使うんじゃなかったっけ。ほらほら、これはわかるよ。ここら辺はね、トロールが結構活かせてると思うんだよね。で、ここは、あ、ナイスか、中間ポイント、これで最後かな。いや、このコースめっちゃいいね、勉強になるわ。
さてさっきと一緒のが出ましたけど、これはマジで簡単。みんな次こそ成功するよ。ここはバーがあるから、一番上ここ来ました。え、これ最後かな。ありがとう制作者さん、僕は勉強になりました。まだあんのか。次こそカロンいけるんじゃないのこれ。ほらほらほら、バーがあったらね確かいけるとか、なんかそんな感じだったね。いや来たね。ここで金魚はないよね。やっぱいけんか。オトロールなりすぎでね、こういうのがキノコとかね思ってしまうんですけど。じゃあここでゴールさせていただきます。ちょっと待ってね。はい、ゴー。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。